やっぱり現場には腰を痛めた後輩もいて、頑張らなきゃ頑張らないと求められることが、私が新人だった19年前と介護ができるように行動する決意を込めて、杉本彩さんの命日の翌日である本日、追悼の今ぐらいの時間はもう開かなくなった目を閉じてしまった彩を自宅の今に連れ戻して、悲しみをずっとかみしめていたその時間帯です。それによって変わることはたくさんあると思います。きっと皆さんと一緒にここに彩はいると思います。今流れている曲は彩さんの好きな曲です。皆さん一緒に歩きましょう。ローンショでは労災認定者